ポッドキャストでお聞きの皆さん、日本放送の増山さやかです。辛抱二郎ズームそこまで言うかは、24時間ご意見対応型のラジオ番組です。辛抱さんへのニュースに関する質問や、今日の放送を聞いての感想、明日の放送で扱ってほしいニュースなど、24時間受け付けています。あなたが番組を聞いたタイミングでメールを送って、感想やご意見をツイッターでつぶやいてください。お待ちしています。 9月28日月曜日時刻は午後3時半を回りました FM93AM1242 日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは新房二郎ですパソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです 日本放送二郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで明日職場で話したくなるニュースの裏側を辛坊さんが独自の視点で解説していきます。 で今日は言わないとあのラジオを聞きの方すね、このリモートシステムは素晴らしいですよね、大体 <laughs> リモートでやると若干のタイムラグが発生したりするものですが、<ー>あるいはその音声が、ね、電話クラスの音声になっちゃったりなんかして、うんうん、え基本的にあのラジオを聞く皆さんは、まあ、あんまりご存じないかもしれませんけれども、音っていっぺんあのデジタル化、今、どうやってもするわけですよ、<ー>ねまあ、アナログの時代もありますけど、まあ、まあ今はもう全部何やるにしたってデジタルの時代ですから。はい、そのデジ デジタルにに変換する時にそれをあの送り出すのの前にまず例えば大阪で喋ってる音をデジタル化して東京に送って最終的にはこの電波に載せるんですが基本的に。 あのまあ、回線の太ささに影響されるわけですね、うん、で回線が細く,細くても遅れるようにしようと思うとあの、情報量を減らさなきゃいけないんですね、はい、これはまあビットレートを減らすとかっていう言い方をしますけど、うん、そうするとどうしたってね、音って音質はどんどん悪くなるわけですよ、えーね、だからあの昔、電話の音ってすごく悪かった時代がありましたよね。 で今でもやっぱり携帯電話の音って普通にこうやり取りする音に比べるとだいぶ音質悪いですよね、うん、それは携帯電話の電波で送れる量に音の情報量をぐっと圧縮するわけですからどうしてもいろんな情報を削除してとにかくまあ聞き取れればいいだろうっていう、まあ、基本的に電話ってそういうもんですから、うん、あのビットレートを下げますからだから携帯電話なんかを使って中継等々をやるとどうしたってやっぱりあの音質があれいつもと違うよねって感じになるんですが。うん この日本放送の回線システムは素晴らしくて大阪で喋ってるんですけれども、うん、タイムラグ全くなし音質もそのまんまで。<laughs> あのリスナーの皆さんに<う>、えー、お声をお届けできるということなんで、ね、でも逆にそうなってますから、ええ、あの今日私、今大阪の日本放送の、えー、関西支社のスタ,ジオスタジオがあるようですけども実はスタジオじゃなくて会議室なんですけども会議室から喋ってるんですが、ええ、<laughs> 多分、スタジオで喋ってるのとほとんど区別がつかないんじゃないかと思いますよね。よそのの大阪の今気温が度湿度湿完璧です こちらも完璧。今ね、二十六度で湿度四十三パーセント、カラッとしてますよ。爽やかですね。<music> それなら洗濯物もよく乾きますよね。そうそうで、今朝六時二十分の大阪の最低気温は十八度を切りましたから、十七点九度ですから、うん、あのアスケ型あの夏がけ一枚だと。 寒いわちょっともうね油断しちゃうと朝と晩に風邪ひきかねないですからでしょこの時期やっぱね関東の方が気温の下がり方が大きいんですよ今日はね最適は16度まで下がやっぱ16度まで下がりましたもうそれじゃもう夏がけじゃ全然無理ですねということで今週から活躍しそうなのが私日本放送のショッピングで買った羽毛布団がですねラジオリビングの羽毛。ブトラジオリビングのウモブトンがなかったら今年もですねシーツの中に夏がけ3枚を 仕込んで使うというですね。あらで去年の冬は乗り切りましたけど。日 <laughs> い,い感じで暮らしてましたもんね。ね <laughs> いやシーツだシーツカバーだけは買ったんですよ。ええ、シーツカバーっていうんですかね。あの布団カバーですね。布団,すね布団カバー。だから去年はですね、ええ、あのボアの毛羽立っている布団カバーを買ったんですよ。ああ,あったかそうじゃないですか。いやだけどそれはあくまでも布団カバーですから。<laughs> あの一枚の切れに苔が生えている状況ですね。でさすがにそれはとてもじゃないけどそんなもんで寝られないわけですよ。あくまでも布団カバーですから。ボハの毛羽立っている布団カバーの中に夏掛けを三枚押し込んで、そうするとねそこそこふっくらするんです。はいこれでなんとか押しあの去年はやり過ごしたんですが今年はこれは無理だろうということで早々に羽毛布団を仕入れましたんでこれで今年の夏はですねなんとかあの乗り切れるんじゃないかというそんな状。 東京です私、今日、ですね、はい、自慢をしたいんですけれども何ですかえいやいや、この秋初めて長瀬で起きましてね。はい <laughs> ちょっと手を挙げてみてくださいよく見えない今私の増山さんとの間はスカイプでつながってますからあの音声は専用の回線ですけれども動画に関してはあのスカイプというね、パソコン通信みたいなやつでつながってますけどちょっと違和感この長袖ずっと半袖とどうしてですか私が長袖来たら違和感があるんですおかしいとビー私だって長袖ぐらい来ますよそれ半袖ビーチサンダルですか大丈夫です明日はですね日本放送明日は多分そうならないと思うんですけども 予言しておきます。明後日私は日本放送に長袖長ズボンビーチサンダルで伺います。長袖なんでビーチでなんで靴履かないんですか寒いのにいや。どうしてもやっぱりね、私あの、えー、夏場はやっぱりね靴履きたくないんですね。でやっぱりねビーチサンダルに着替える。それで言ったらどのタイミングかと考えてたわけですよ。ね今日ついに、えー、皆さんご存知でしょうかね。でしょうついにですね9月も28日になってしまいまして。えー、はい となると西向侍章の月といってですねどうなんですか今の若い人は西向侍章の月は分かるんでしょうか、どううだろ分かりませんかね、分かる方は分かると思いますけれども、あの,小の月っていうのは、要するに30日、あるいは2月がありますから、30日までしかひ月の曜日がない、日数がないところを章の月と言いますね、31日あるのは大の月、大の月ですね、西向侍と言いまして、ですね2と4と6とえ9月と、それからあとは11月。 ですね、11月11という漢字は「侍」でも読めますので西向侍小の月というふうにこう覚えたわけでありますが、うんえー、今の若い人がどのぐらい分かってるんでしょうかというのがですね最近話してるとね若い人と全然話が合わないということもこう発生してまいりましてですね仕方ないですよ仕方ないですかだって来年後期高齢者後期高齢者じゃないや高が誰が後期高齢者 <laughs> 誰が後期高齢者先輩んでした、ねそう まあそそんんななこででいいすかのコーナい代で言うと半沢直樹の話をしなくちゃいけませんから今日は多分このあとニュースのコーナーで半沢直樹が出てくるらしいじゃないですか。ますよでもね日本放送ってよく考えてみたら一応は昔はフジテレビの親会社で例のホリエモン騒動の時に親会社じゃなくなったとは言いながらホホリエモンのリエモンという言葉ごめんなさい日本放送ではタブーだというふうにどっかで聞いたことありましたけれども例のホリエモン騒動の後からですね 親会社ではなくなったけれどもいわゆる富士三経グループの一員ですよね。ということになると他局のドラマの話なんかしてる場合じゃないじゃないですか。大丈夫です心と思っていたらと思っていたら今日この番組始まる直前にいわゆる一つの打ち合わせと称するものがありますよね。あの打ち合わせと称するものの中でニュース項目の1項目目の一番最初の3時台のニュース項目の一番最後に犯罪直樹入れておきましたからってえそれニュース項目に入れるか 社会現象としてこんなにも多くの人がね同じ時間にちょっとテレビ見たっていうその現象についてですよあ,あそうですか何言ってんですか <laughs> 我々の頃はね、ええ、国民の7割がファイティング腹だとか見てたんですよ <laughs> それに比べればちっちゃい、まあね、ちっちゃいうですね。うん ということでぼちぼち参りましょうかはい、はい、じゃあまず株と為替からお伝えしていきます、はい、今日の東京株式市場日経平均株価は先週の金曜日に比べまして307円高い2万3511円62銭でしたうわすごいですね300円も上がってるんですね,ねそうなんですよ前の週末のアメリカの株高によりまして投資家心理が改善し幅広い銘柄が買われましたで配当の再投資に対する期待も相場を押し上げる要因になった ということですね。で、為替の方は現在1ドル105円25銭付近で取引されています、えー、先週木曜日と比べますと5000ほどの円高になっています。はい、大きな動きはありません。はい。 辛二郎ズームそこまで言うかまずこの後3時台は週末のニュースを振り返る「ズームフラッシュそして4時台は今週木曜日から東京発着の旅行も追加されます「GoTo トラベルキャンペーン」につきまして東京都医師会会の尾崎会長にお伺いします5時台の「ズームオン」は日本時間あさって水曜日初のテレビ討論会が行われるアメリカ大統領選挙についてお送りします。 番組ではラジオの前のあなたからのご意見もお待ちしていますのでね、ぜひ参加してください。メールは、zomzoom.1242.com、ツイッターは、ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、辛坊治郎ズームでお待ちしております。大阪と東京を結んでのリモート放送でお送りする、辛坊治郎ズームそこまでゆうかです。 今日は大阪と東京を結んでリモート放送、日本放送辛坊次郎ズームそこまで言うか。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは先週末から今日にかけてのニュースを一分間で紹介するズームフラッシュです。女優の竹内結子さんが27日深夜自宅で意識不明の状態で見つかり、その後死亡が確認されました。自殺とみられています。 立憲民主党の枝野代表は衆議院選挙の時期について国民生活の常識的な線からすれば12月20日投開票が最短だと述べ野党間の候補者の一本化など準備を急ぐ考えを示しました河野太郎行政改革担当大臣は脱ハンコに続き脱ファックスのペーパーレス化に取り組む方針を明かしました 中国の国営メディアは習近平国家主席が新疆ウイグル自治区の政策についての会議に出席し中華民族の共同体意識を心に深く植え付けるべきだと述べたと報じました韓国政府の職員が北朝鮮に射殺された事件で北朝鮮の国営メディアは韓国側が行っている遺体の捜索活動が領海侵犯にあたると警告しました 昨日放送された TBS のドラマ、半沢直樹の最終回の関東地区の平均世帯視聴率は32.7%でした。ドラマで30%を超えたのは、前作の半沢直樹の最終回以来7年ぶりです。富士山で今朝初冠雪が観測されました。富士山の初冠雪は平年より2日早く、去年と比べて24日早い観測となりました。 あれえ、え<何>本当ですか？増山さん、<え>富士山で今朝初関節が観測されたとね。例年、平年より2日早く去年と比べて24日早い観測となりました。はい、今日、昼ニュース等でも一斉にそのニュースをやっておりました。はいはい、確かに富士山の上の方が。あ 富士山ってやっぱり上の方が白い方が絵になるよな。とかみんな思ったはずです。で,すね、でも、先週この番組であれ、富士山雪化粧ってニュースはなかったかそう,そ,うそうなんです。あれは山梨県の富士吉田市がま21日にその雪化粧をしてるなという宣言をしたっていう。 そういういこことなんんですこれあのラジオをきの皆さん、えー、っと人に話すとへえと言ってもらえるかあるいはうるせえなこの親やじと思われるかそこは話す人の個性によるんだと思いますがえあの話し方にもよると思いますけどね「はい、え知ってるか?」かなんかこれあの、ね、人に何かを自慢するときにね「知ってるか?」というふうに疑問符を出して相手の答えを待ってからしゃべるよりは「知ってんならとっととしゃべれよ」って言われますからであれなんか知らないけどねこう人にものを自慢したがる人って必ず決まり文句で。 あの答え自分だけ知ってるのに相手に疑問符で聞く人いるじゃないですか。あれはねあの一般論としてできるだけお控えになった方がいいと思いますね。そうですね知ってることならとっととしゃべれよって話でててなんか自分だけが知ってる、ね、お前知らないだろうって <laughs> うまいころ何度か知ってるかって聞くんだけどあれね言われた側からするとね知ってんならお前とっととしゃべれよって話で,で、ね。意外と大したことないことだったりするんですよね。そうなんんですよだから私は、ね、皆さん知って ますかみたいな言い方はしません,知,んっ知ってらっしゃるということを前提にお話をいたします、はいはい、というのが今見事に恥をかきそうになってですね瀬山さん知ってますかあのね初,初関節とね雪景色は違うんですよって言おうと思ったら先に答え言われちゃってですね、うん、私は今大変へこんでおりますすいませんで一応あの全国の親父の皆さん、えー、人に自慢をする時の、まあ、一応参考のために申し上げておきますけれども、ええ、初関節というのは必ず山梨県 にある甲府,地甲府地方気象台というところが発表するんです。はい だから山梨県の甲府地方気象台というところから見えないと初冠雪にはならないわけで,で今日のニュースは山梨県にある甲府地方気象台というところが発表なんです。そうで,す、ね、で山梨県の甲府地方気象台というところが発表しない限り初冠雪にはならないわけで先週の段階で発表したのはあの甲府気象地方台のあるところよりもはるかに 同じ山梨県なんですが、えー、もう富士山の際にあるというか富士山そのものというか富士、えー、吉田市が発表しているのが初雪化粧というやつでこれに関して言うと一週間ほぼ1週間早い先週の火曜日に初雪化粧山梨県の甲府地方気象台というところが発表した初冠雪が今朝だったと、はい、え詳しく言うとこういうことでございますがもう先にあの松山さんに大筋の正解を言われた後なんで <laughs> ん本当にこれを、ね、自慢したかった親父としてはですね <laughs> なんかあのがっくりしてしまいましたけれども、<laughs> 全国の親父の皆さん、ええもしかすると<う>あの、今晩一緒に飲む目の前の人は知らないかもしれませんので、お前知ってるか、お前の初冠雪と初雪下粧は違うんだよと言ってやってください。ういうことで、その一つ前のニュースですね、うん、半澤直樹。 フジ富士山系グループの日本放送のラジオ番組で半沢直樹の話題で関東地区の平均世帯視聴率が32.7%関係ねえよって話でありますが。 大体そもそもですよ、はい、我々にこれを話す、えー、資格がないということが今日本番前によく分かったんですよ、<laughs> 本番前に、まあ、冒頭申し上げたようにです、ね、はい、軽い打ち合わせというのがこう存在するわけですが、軽い,ね、軽い打ち合わせに参加しておったのが、私、増山さやかさん、はい、そして構成作家2人とディレクターの男性、はいえー、合計5人で打ち合わせと称する会合をしておりまして、はい、見てなかったのが私と増山さん、<laughs> <laughs> しゃべり山2人。 絶対見ていると思って油断してました。あのね数回は見てます。飛び飛びで。あ,すあのねだいたいこういうのって一回はまって最後までこうドワーンとか走っていくもんで、ドラマを飛び飛びに見る人っていないっしょ普通。そうですかね。えー だけど驚いたのはその5人中3人は詳細に全部見ていたという<ー>あれなんですかね構成作家の人とかディレクターの人は職業病というかですね一応こういうことは見とかないといけないとか思うんですかねでもねちんご心からハマってたみたいですよ心からハマっていましたか半澤直樹うん、うん、これ見てない人はなん 何にもこれ聞いても、ああ、そうってだけの話ですが、見てる人は見てない我々に喋られたくないよって話ですよね。<laughs> きっとね、あの、生半可なこと言うなっていう。その、見てないくせに、何を言ってんだと。え <laughs> え、ちなみにですね、あの、半沢直樹という人が主人公で、あの、奥さんが、上戸彩さんがやってる花さんという人なんですが。<laughs> え,え,ええええ、一番やっぱり盛り上がったのがですね、もう、あの、半沢直樹さんがあの、仕事辞めようかって。言ってる時に、奥さんが励ますらしいですよ。辞、うん、めちゃえば、原稿員だけ。が 仕事じゃないんじゃゃなないいん生きてればなんとかなるわよみたいなことを言って励ますというところがすごく良かったというところでこれを一番感動してたのはです、ね、<い>この番組の,あの構成作家にです、ね、鍋谷直樹君というのがいるんですが、うん、まあ構成作家というかサブディレクターというふうにして時々番組でもご紹介してますね<い>このサブディレクターの,あの鍋谷直樹君はです、ねうん、とにかくここのセリフのところだけを録画して1日3回必ず見てるそうです <laughs> 自分を励ましてるって感じなんですかね。そうそうそうなんかねあの、えーきっと とな一番よかったのははなちゃんが直樹にエールを送るところということでこのシーンを見るたんびに、うん、なんか自分が上とあいにエールを送られているように感じるということで <laughs> 日本中の直樹さんはそういうふうにしてこの番組を楽しんでいたのではないかとういうことでございまして、はいはい、どうなんですかね。 まあ、あドラマに<の>ははまってまます最近なんかハマりましたい<や>マ私はほらあの辛坊さんが見ていない「愛の不時着」とかあのたりは見てますよあ<ー>もうあのパラグライダーがなんかランキルに巻き込まれて飛んでいっちゃうやつそうそうそうそ,うそれなりにハマりましたよそうですか、うん、私が最後にはまったドラマはね、うん 冬彦さんっていうのがあるんですけど、だいぶ昔ですか。<laughs> だいぶ昔、あれね、シンさんちょっとでもドラマ見た方がいいですよ。そうですか。うん、あれですかね、藤彦さんの頃に比べてドラマは進化してるんですかね。進化してると思いますよ。冬彦さん見て, <laughs> 見てました。見てました、見てました。あの佐野シ郎さんを一躍スターダムに <laughs>、うん、あの押しげ押し上げたね。あ、安田が好きだとしたら多分半沢直樹みたいなこうこう大きいリアクションのドラマ好きですよ、きっと。 ああ大きいんですかリアクションが、うん、なんかほぼ歌舞伎らしいですねそうですねほぼ歌舞伎っていうと逆に歌舞伎のファンの人に怒られるんだよね,ねこれがこれなんかいろんなとこにこう気ぃ付かないとねるのが大変で <laughs> なんかあの何ですか所作が大げさなんですそうですね<と>そうですね大げさですあなるほどねいや私もねなんかの時にね私ね1990年から夕方のニュースやってたんですよ、うん ね、あの関西ローカルで、えー、い,わゆるい,いわゆる一つのニュースキャスターってやつですよ <laughs>、はい、これは「ニュースクランブル」っていう番組だったんですがこれがですね私が始めた時はひどい番組でですよ、まあ、私が初代のキャスターなんですけどねとにかく視聴率がないんですよだか,らあるだから何パーセントとかっていう話じゃないんですよあるかないかって話でね視聴率がないっていう番組を私は人生で初めて体験したのがこの夕方のローカルニュースだったんですがここでですね最終的に7年経った時に 裏番組の「NBSNOW」っていうあの当時もう関西ではダントツトップの番組を撃破してですね、えー、私の番組がおかげさまで、えー、あのスタッフの頑張りでトップに立ってですね、うん、その時のキャスターは途中で降板されたんですがその途中で降板された方は後にです、ね、大阪市長になられてですね、えーえー、それも大阪市長になられた方はです、ね、橋本徹に追い落とされてですね <laughs> 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 そういういわゆるこの今大阪で続く大阪都構想のまあ一つの流れにて がっていくわけでありま私、夕方のニュースをやっている時にですね、ええ、スタッフ、一部視聴者の皆さんから歌舞伎と言われてましてですね <laughs> あの決めぜリフみたいなやつを<っ>ニュースコメントの後とかです、ねえー、あの節目節目で決めるわけですよ。えーえー、であ、また辛坊さん、歌舞伎てるみたいなこと言われてですねっ。えー 私のニュー夕方のローカルニューススタイルは、一時期ね、歌舞伎と言われたことがあるんですあの半沢直樹スタイルですね多分そうなんだと思うん、うん、だからね、その点の,あ,のある種の誇張表現みたいなことに対してです、ね、うん、この日本社会においては一 一定のファン層がいらっしゃるんだなとかかるんですよそのインパクトにそうなんですよだから私もですねその1990年代にまあありがたいことにスタッフの頑張りで成功した夕方のニュースを思い出してこの番組でも時々歌舞伎で決めよう決めてみようじゃないかといいと思いますよ冷めた目で見てますからもういいですぼちぼち言ってください先へもう振り返らなくて結構ですか振り返りますかあ あのですね、うん、ここから先振り返ると、すごいこう時間の長いことになるんですが、どうしましょう。うね、え、あと何分あります。あとね、六分、あ、違う、三分ぐらいですね。あ、三分もありますか。二分ぐらい。え、二分ぐらい。あ、そうですか、わかりました。うん、あ、いや、今重大なことに気が付きました。私の手元の時計が二分進んでおりましたちょっと。<laughs> あの生放送前にあの合何せねこれゼンマイ時計ですからね、うん、これをほっとくとね1日15秒ずつぐらい狂うんですねこれがねれだ,か、はい、だから1週間ほっとくとですね <laughs> もう2分ぐらいは平気でこうね世の中の時間の速度と変わってくるということになっておりまして,してい,、はい、いやそれで言うとねちょっといやためらったのはもう増山さんもあのご存知の通りですね、うん、やっぱり今週末で。 やっぱり一番ショックなニュースは竹内優子さん亡くなったニュースがあったじゃないですか。すね、びっくりしましまたよよねでそうなんですよで、うん、このニュースに関して言うとですねどの程度これ番組で扱っていいのだろうかという、はい、実は思いをいい抱きながらこう週末を超えてしまいましてね<い>今日まできることならば、はい、うんあまりこの話題でおしゃべりするのはなという、うんうん、思いがあったんですよ。 あのここへ来てね、やっぱコロナの影響が出始めてるのか、あのコロナが一番ピークだった3月、4月、5月は、あの自殺者、少なかったんですよ、はい、ところがね、やっぱ8月に入ってから自殺、自殺される方、だいぶ増えてきて、てきてね、今後、はい、コロナで経済状況がさらに悪化していくと、うんまあ、もっと多くの方が亡くなる可能性も出てきてる状況の中で。うん やっぱりあの自殺のニュースって必ず自殺を誘発するって昔から言われてますからねうん、うん。でまあ、そういうことがないように。 あのうん、これ、ラジオを聞きの皆さんで、増山さん、なんか悩んでる方、はい、どうしたらいいですかあのやっぱりあの相談できる箇所っていうのがいくつもありますのでね、はい、例えば命の電話、こちらは0570783556、こちらですと、午前の10時から午後5時まで相談を受けていますので、まずはね、ちょっと、あの 他人に相談してみるっていうこと必要ですよねそうですね、はいえー、ぜひ参考にしてください、はいえー、この後4時代には10月1日から東京発着の旅行も追加されます GoTo ト,トラベルキャンペーンについて東京医師会の尾崎会長に伺います 辛坊治郎ズームそこまで言うかこの時間は10月1日今週の木曜日から東京都発着の旅行も追加されます GoTo トラベルキャンペーンについて東京都医師会の尾崎春夫会長にお話を伺いますさあ辛坊さん尾崎会長とお電話つながっています尾崎さんお忙しい中すいませんはいあよろしくお願いしますよろしくお願いします、はい、よろしくお願いいたしますなんか伺うところによると今診療中らしいですね。 そうです。ちょっとお待ちいただいてます。うわじゃあ。<laughs> 申し訳ない。さあ <laughs> 申し訳ない。ええ、ちなみにあの尾崎先生はあれですよね。循環器のご専門ですか。ええ本来専門は循環器、心臓とか高血圧そっち系です。あああ,あとなるとやっぱりあれですよね。新型コロナで循環器やっぱり最終的にあの循環器に異常が出て亡くなる方多いっていうニュースはいあの非常に心配なところですよね。専門医としては。そうですね。やはりあの そっちの合併症で、やっぱりコロナに感染しやすい人も結構、心不全の人がいまえ、ええ、ええ、基本的にあれ、最近よく言われるのがあの、なんか血管がなんかボロボロになってみ、ね、血栓が発生してみたいなニュースがあるじゃないですか、あれ、どういうメカニズムなんですかねあれはですね、やはりあの血管壁に ACD 2あのつつっていうのは、受容体とかがあってコロナのやはりあのそういうウイルスって、そういうところの受容体とくっついて、悪さすするんですね血の中とか肺なんかにもそういう受容体があるんですけど、はいはい、そういう血管の壁にもあるので、やはり単に肺炎を起こしてくるだけじゃなくて、そういう全身の血管にもそういう悪さをするっていうことは、うん、あの言われてるんですよ、ね、あなるほどね。 要するに血管の内側にウイルスが取り付く形になるわけですねえそうだと思いますはは、まあ、そんな中、ですねあの10月1日から GoTo トラベルの、まあ、東京除外されてましたけど、えー、これ、東京がな、はい、んとこれを何て言ったらいいのかしら、範囲の中に含まれるということなのか、対象の除外からはず外れたのが外れなくなるという言い方したらいいのかしら、どう,どうなんですかね、これあの、会長の立場はどう,どういう立場ですか。 私はですからの、今、全国、例えば東京と大阪と神奈川とかを除くと、そんなに今、数多くは出てないですよね。ですから、そういう意味で全国的には、そういう今、かなり収まってきてる状態だと思ってます、ええええ、ただ、東京に関して言えば、やはり、まあ、なんていうのか、少なくなってきたとはいえ、群を抜いて、やはりかなり出てるわけですよね。はいはい で今日は,今日はまあ78っていうことですけども2日前は200いくつとかですから私が申し上げてるのはあのその東京の人でやはり無症状で分かってないような人がやはりあのこの GoTo キャンペーンでど かなトラブルで、トラベルですね、結構遠くまで行くということになると、えーえー、やはり全国的にかなり静まっているところに、またあの感染が及ぶんではないかという心配はしています。なるほど,なるほどですから、そういう意味であの、なるべくマイクロツーリウムじゃないんですけども、近場から。 あのやっていいた方が僕はいいのかなそれで遠くへ行く場合は、例えば新幹線とかえ飛行機を利用するんであれば、せっかく旅行者がそういうパックを組んでるんであれば、そこに PCR をつけるとかですねなんかそういうなんか新たななんていうか、感染を予防するための対策を取りながら、そういう段階を広げていくみたいなやり方をしていただくと、みんなも安心して外へ出てくるんじゃないかというふうに思ってるわけです。 ちなみに尾崎会長、ご自身は GoTo 使ってどこか行こうとかは全然考え,られ考えないですよね、きっと。えー、今のところは考えていません、ね、やっぱりかなりお忙しいですか、今うん、やっぱり忙しいですよあの。その忙しいのは本業の方であれですか、あれですか、それとも医師会会長としてのお仕事ですか。いいややですから 基本的に医師会会長としての仕事の中に、そういったあのこういった取材とか、あそうですね、私たちが忙しくして,でていて、ね、忙しい、なんで忙しいはねえだろうって話ですよね。<laughs> <laughs> そうんす <laughs> 誠に申しし訳ない <laughs> おっしゃる通りです であの安倍政権の頃から、尾、あのー、崎さんはあの、新型コロナのと現状の特措法の改正をこうおっしゃってました、どの部分をどういうふうに改正した方がいいというふうにお考えですか、えっと、結局ですね、今も例えば分科会の先生たちが、繁華街でやはりまた起きてくるのは間違いないと思うから、そこでの PCR の検査をもっと、あの検査を充実するように、例えば、 繁華街に検査場をつけるような話をしてらっしゃいますけども、あの歌舞伎町なんか見てても、そういう検査体制をもう作りあのどんどんやりますよっていう話になってたんですけど、結局は現場の方々が、あのいや、検査するともし陽性に出たら、あの例えば営業をやめなきゃいけないしとか、仕事ができなくなるからや、受けないとかいう人が結構出てたんですよ。でですからそういうい意味でやはりあ,のある程度その 強制力を持って、そのこのい一帯、すごい感染が今あの、広がってきているので検査しましょうと、それに対して応じてくださいと、その時にやはりある程度応じていただけるような強制力が必要なんじゃないかということで、まあ、そういったことをやはり特措法で持たせるということと、強制力を使うんであれば、やはり憲法的にもそれなりの保障はしてあげた方がいいんじゃないかということで、この2つをいつも。 行ってきたわけですその保証なんですけどね、なかなか具体的にこうプランを作ろうと思うと難しいのは、まああんまあ、夜の街ということになると、えー、焼き鳥屋さんみたいにまあ座って1000円でベロベロになれるところもあれば、あのー、座っただけで5万円中う店もあるわけで、どの範囲をどういう形で保証するかっていう、実際のこうプラン作りはかなり難しいかろうと思うんですけど。はい それはあの確かに難しい面はあると思うんですが、ただ、私が申し上げてるのは、そこの細かいところまで私が解決できる能力はありませんので、ぜひそういったことを、ですから、国レベル、あるいは国会できちっと議論をしていただきたいというのが、そもそもそそのお願いななんですよなるほどそこで、今、辛坊さんが言ったような、それはちょっと難しいんじゃないかとかいうことで。 それはだめだねっていう話だったらそれはそれであのいいわけですけどとりあえず、そういうなんていうか国レベルそういう国民的な議論も何もし してないままに今まで過ぎちゃってるってことに、僕はちょっと、疑問を感じてるんですなるほどね、基本はあれですか、やっぱりあの休業規制というか、えー、強制的に、例えばまあここの町、あるいはえ飲食店であるとか、業種を決めて、営業中止というのを、強制力を持たせた形で営業停止をさせて、その代わり、その営業停止の保証をあの金銭的にするという方向性ですか。 そうですねそれともう一つは、PCR 検査をやはり受けていただくということが大事だと思うんですよね。ああ検査の強制化っていうやつです、ね、そうなんですよ、あのね、検査を受けたくないって逃げちゃう人、結構いるんです、現実問題です今、現場にあのそういう話が伝わってきてるわけですかそれはですから、あの歌舞伎町の頃から、それいろいろくすぶってた頃から、そういう話はあのずっとあって、ですから今も東京都の方では、例えば、 やっぱりトミー・ファーストはそのっていう、まあ、政党あるんですけどそこはあのやはりある程度 PCR 検査をあのやってくださいと言ったときに応じてくれない場合には何かの罰則をつけるなんていう法案を出すくらいですからやはりその辺がやっぱり現場ではかななり問題になってきたんですねあ、まあ、確かに今あの、PCR 検査で陽性が出ると、えー、店閉めなきゃいけないどころか。あの まあ、いわゆる消毒は当然しなくちゃいけなくいいという法制度になっていて、えー、いわゆるその風評被害を含めて、なんかあそこの店で、ね、患者が出たらしいぞという話になると、とてもじゃないけど、商売に差し障るから、まあ、検査自体をやめとこうという、そういう話になってるということですから、それは僕はあのむしろ皆さんがもっと理解をされて、 早めにそういう感染があの広がるのを防ぐために、そのお店に協力が協力してくれて、そして、あの例えば感染しているということが分かったら、皆さん、周りがもう協力して、そのお店のために何かしてあげるみたいな、そういうな流れを、なんでならないのかなっていうのは、僕はちょっと不思議なんですよなるほど。あのだいたいあれですか、えー、医師会の見解としてはほぼ統一見解ですか の見解としては何ですかあの皆さん、加盟してらっしゃるあのお医者さん方のご意見というのは、会長さんとほぼ一緒という方向性ですかあの一緒の人がやはり多いですね、もちろんあの会員の方の東京都しかも2万人いますから2、2万人もいらっしゃるんですか、はい、その中ではやはりあの、尾崎の言ってることはおかしいんじゃないかって言ってる人もいます。 あなかなかね、そのいろいろこう伺ってると、開業医の方と勤務医の方と、もうまたこれ、意見の違う方って結構いらっしゃるらしいですねそうですけど、一応あの、東京都医師会の会員は、開、えー、業医の人が1万人、勤務医の人が1万人です。ほうあだからあの、<れ>両方の意見がちゃんと入ってきてます。なるほど で尾、えー、崎さん、この病気なんですけれども、これから冬に向けてどん、どうなるとお考えですか、というか、今、現場の雰囲気でいうと、どんな感じですかえとそうですね、常識的にあの毎年の今からのあ秋冬、冬にかけて考えると、インフルエンザが、まあ、11月の終わり頃から流行ってきて、という形になるわけです。 ええ、でコロナもどっちからかというとあの夏場よりは冬場の方が強いのではないかという話がそのあのあります。そうすると、はい、両方が同時に流行ってしまうのではないかという恐れはあると思います。ただ皆さん手洗いうがいとかしっかりやって、昨年もインフルエンザの発生そんなに多くはなかったです。それから9月もそんなにあのいつも何千手出てるのが。 とかいう話もありましたからもしかしたらインフルエンザはそんなにはやらないかもしれないんですが一応、両方が同時にはやるだろうという予測のもとにやはり予測というのはかなりこういうことが起きたら困るという前提でやはりあの我々準備してますのでそういう意味では同時流行があるだろうということで今準備をしてます当然、準備というのはそういうふうにすべきだし えまあ最悪の事態を想定して、物事は組み立てなきゃいけないんですが、ただ、それにしても不思議だなということがいくつかあって、ですねあの南半球で今、冬じゃないですか、先生もご存じだと思いますが、オーストラリアで最近、またコロナの感染症の方とか、死者がだいぶ増えてきてるんですが、一方で例年流行る冬場のインフルエンザがオーストラリアで今、全く流行っていないっていうのは、これ、なんか関係あるのかなと思ったりするんですが、どうなんですかね、これ。 それはいろんな説ありますね、例えば、ある一つのウイルスが入るとその、えー、別のウイルスは入りにくいとか、ですねそれから、まあ、日本みたいな国だとそのやはりあの、インフルエンザが流行りやすい状況に対するいろんな予報とかなんとかあるということになってますけども、まあ、南半球の事例を見てると、やはり2つのウイルスが同時にバーッと入るということはあんまりないのかなということも。あの 考えられますなるほどで今あの、インフルエンザの予防接種に関して、まあ、高齢の方を中心に、ま、ず今年の冬は必ず打っとけって話になってるじゃないですか、はい、私もあの個人的にインフルエンザの,あの予防接種はあの、機会があれば必ず打つようにはしてるんですが、はい、ただ、聞いてるんだか聞いてないんだか、よく分かんないっていう実感もあるんですけども、はい、<laughs> <れ>お医者さんの立場ではどうなんですかね。 えーっとですねやはりあの例えば、打ったからって必ずかからないということはなくて、やはり私見てても、6割ぐらいはあのそのかからない効果もあるのかもしれないけど、4割ぐらいの人はかかってますけども、ただあの、重症化する人はまずいなくなりますよね。だからやはりあの、コロナも一緒だと思いますが、できたときに、これを打っておいたらコロナにかからないっていうタイプではなくて、やはり、 重症化はしませんよっていうタイプのおそらくワクチンになるんですけど、インフルエンザも同じように考えていただくといいと思うんですなるほど、なるほど、そのワクチンの情報とか見通しみたいな話は、医療現場にも入ってきてるんですかそれがですね、厚生労働省は例えばもう10月1日から24日ぐらいまでの週は、はいえー 65歳以上の高齢者、あるいは60歳以上で合併症を持った、自身を持ったような人に優先しなさいって言ってるんですけどもはい、はい、インフルエンザの方ですね、はい、インフルエンザ、はい、もういまだに今日ももうまだ全然、どのくらい入ってくるか、現場では見通しがつかないっていう問屋さんに言われてしまって、どん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 ,どんあの予約の電話が入っていくるんですよ、65歳以上でで、はい だって65歳以上はタダで打ってくれるって新聞に書いてありましたもん、ね、そうなんです、それはそうなるんですけども、ええ、ただ現場にだから、問屋さんからあのワクチンがなかなか入ってきてないんです、今ははーっ、ちゅうことは新聞に書いてあるからって報道されてるから、65歳以上はタダだべと思って、あの地元の医者お医者さんにじゃあ、打ってくれって言っても、いや、ワクチン自体がありませんって話ですね、下手すると。あだからあの、現時点であんまり来てないってことです。 はこれ、例年そうなんですけど、10月の最初の頃ってあんまり供給量が増えないんですよ、いつもな,るなるほど、なるほど。年はあはそれを解決したっていうふうに、厚生労働省はおっしゃってるんですが、現場では同じようなトラブルが起きてます、えー、はは、まあ、それに関しては、じゃあ、せめてあれですよね、見通しぐらいはき聞かせてもらわないといい、お医者さんも対応しようがないですよね、それとやはりあのワクチンメーカーとか、現場の問屋さんにもう少しあの。 供給を円滑にするようにというか、そういうあの厚生労働省が指導していただかないとなかなか現場では今、困ってますなるほどね、それはやっぱりあれですか、国の責任ですかえっと流通に関しては、やはりわれわれがな,なんていうのかな、改善命令は出せませんから、ね、あまあ、そりゃそうだ、はい、そりゃそうですね。 いや会長あの今日あの患者さん待たしてる中ごめんなさいねすいませんありがとうございました <laughs> いや状況よくわかりましたはいはいあのいろいろ大変でしょうけどもご活躍ください、はい、ありがとうございますはいどうもうま,またよろしくお願いいたしますどうも 東京都医師会の尾崎春夫会長にね、ちょっと診療中ですけれども、その休みの時間を使ってお話を伺いました。ありがとうございました。うん、まあ、現場のお医者さんは大変だよね。大変ですよね。あ、うん、まあ、現場のお医者さんの声としては、確かに、あの、感染者増やしたくないっていうのは、もう、それはもう絶対。感染者の専門家もそうだしね。うん、感染者を増やしたくない。うん、それはそうなんだけれども、さはさりながらっていう、だから、そこはなかなか政治の難しいところで。うん、あのお医者さんが、もう、とにかく。 一人の感染者も1人の死者も出さないようにって努力をされるというのは当然だしそっちの方向性で話をされるのは当然なんだけどもじゃあ一番絶対患者を出さないためにはあのとりあえず全員家にいて動くなっていうのが一番多分手っ取り早い方法なんだろうけど、ええ、全員家にいて動くなっていうと経済回らないよねって話になっちゃうと今日も冒頭からお話ししてるように。 8月に入って日本の自殺される方が増えちゃってるという話があってこれはもう過去の統計から経済状況が悪くなるとあの自殺される方が増えるというのはもうこれも今手元にですねえ過去30年40年の,あの自殺される方の推移があるんですけどやっぱり日本が低成長に入って でえー、明らかに経済が減速した、まあ、ちょうど10年前からその前の20年前ぐらいまで日本の自殺される方って年間3万人超えてるんですよねそんなにですか、うんはい、ピーク時がです、ね、平成15年の3万4427人実は、うん、これあの政権の必ずしも私は政権の責任と直結してるとは言いません。言いませんけれども、うん あのやっぱり民主党政権の頃までどうしてもやっぱり景気悪かったリーマン・ショック、あこれ、平成15年の前後はリーマン・ショックの頃かな、えー、だから跳ね上がってるんですよで、それから民主党政権終わるぐらいまで3万2000人、平成21年が3万2845人とか、3万人オーバーで、ずーっとやっぱり10年から15年にかけて3万人超が続いてたんですが。えー やっぱあの8年ぐらい前からやっぱ劇的にあの表面上の日本経済がなんだかんだ言いながら会計改善してあの特にやっぱ影響が大きいのはあの雇用なんですよね、仕事なくしちゃうとですね生きる気力なくしちゃう方が非常に増える傾向に過去の統計だとあるんですけどもあの過去やっぱ8年ぐらいから。 有効求人倍率っていうつまり1つの仕事に対して何人求人があるか、まあ、逆に言うと1人の求人者に対していくつ仕事があるかっていう指標があるんですがこれがまあ有効求人倍率が1を上回ると、まあ、1人の労働者に1つ以上の仕事がありますよという状況になってこれがとっても大切でつまりエリゴ好みをしなければ、まあ、とりあえず仕事があるよという状況が過去8年ぐらいずっと続いてたということもあってですね劇的 時にあの日本の,えあの自殺される方っていうのが減ってきて一番最新の統計では2万人切るか切らないかぐらいまで実は減ってきてたんですよ。ついこの間まで3万人超ですからあの3万人が2万人に減ってきたっていうのはやっぱり相当な減り方でこれはですね統計遡って昭和50年代の昭和50年代だから1980年代の。 半ばぐらいまでの中で一番少ない自殺者まで減ってきてるんで、で、それが実はですね、今年の3月、4月、5月、あの、コロナの第一波の騒動の時には、 これ不思議なことに自殺者減ってるんですよ。はい、というのは1つね、やっぱり人が生きる、死ぬということがあのいろんな意味で取り上げられるようになってみんながこう死なないために頑張ってるっていう、うん、そういうことがあったじゃないですか、うんはい、で志村けんさんなどが行きたい方が亡くなられたときに、ね、や,っぱりやっぱり生きるということがいかに大切かということで生きるということの重要性であるとか。 あの生きることに努力することの,あの価値みたいなものがやっぱね第一波のいわゆるコロナの時には見直されててなおかつあのタイミングではまだ経済にそんな大きなダメージがなかったタイミングなんですよつまり経済のへのダメージっていうのは遅れますからねだからみんなが仕事が会社がなくなって仕事を失ってそこからタイムラグがあってということでいうと今年の3月4月5月特に5月の5月6月の 自殺される方は非常に少なかったんですが、まあ、例年に比べるとだいぶ少なかったんですがところが8月7月、8月ぐらいから増え始めて8月になってあの1800人を超える方が亡くなられてというようなことにやっぱり経済と亡くなる方というのが非常にリンクしているということになると今、雇用調整助成金という制度がです、ね、これが非常に実は日本の雇用を支える核になっているんです。 あ,のあまり自営業者の方や関わりのある方は皆さんご存じだ,ご存じだと思いますが今、実はコロナの影響で観光業だけではなくて実は仕事がなくなっちゃってる会社っていっぱいあるんですねはい、はい、で仕事がなくなっちゃってる会社で雇用はしかし継続されてますというのはもともと雇用調整助成金の額が非常に低かったんで雇用調整助成金でいくらあの政府から補助金出たってそんな金じゃ従業員の給料払えないよっていう話になったんですけれども新型、うん コロナの緊急対策で12月いっぱいまで,までは。 確かね従業員1人に対して上限1万5000円ぐらい前後だと思います、はい、これ従業員に対1人に対して1日1万5000円の上限だとすると20日勤務だと30万円になりますよね、えー、となると、まあ、普通の仕事の場合はこの政府の雇用調整助成金でこの雇用調整助成金の出る基準というのは雇い続けて仕事がないことなんですね。 続けて仕事がない場合1人当たり上限特例措置で年内は1万5000円まで確か前後まで払いますよって話になってますから多くの会社では従業員の首を切らずにあの雇用を続けていてだから仕事がなくなった企業で働いていても年内に関しては給料を出続けるとそれは企業負担じゃなくて実は公費なんです。公費とということはまあ国民全員が 今当面は国債発行して賄うにしたってやがて国民全員が税金で払うということになってますけども、うん、国民全員が税金で払うお金で日本国中で仕事を失った方の雇用を12月いっぱいまでは継続できる体制は整ってるんです、はい、ところがこ12月過ぎて雇用調整助成金の特例措置が切れるとですね、うん、企業は 景気が回復して仕事が増えてき始めたら、まあ、あの従業員を現場に戻して仕事をさせて給料を払うということができますが、もしそのタイミングでそうなっていなければ、あの、日本国中で失業する人があふれるということになったときに、まあ、あの、その経済的理由で命を絶たれる人が、 まあ今、これだけ減ってきたと言いながらあの去年の水準でやっぱり1年間に2万人の方が日本で亡くなられているという現実をやっぱり見据えた上でやっぱでちょっと経済、なんとかしていかなきゃいけないよねっていうやっぱり政治の責任ってやっぱその辺り感染拡大防止と同時に並行して両方の対策を立てなきゃいけないということがありますから。 このあたりあの,政治の責任は大きいなということで、この番組でも、じゃあ、じゃあ、一番いい方法はなんなのかということをね、うんえー、やっぱ探っていきたいなと考えております、す中てるうちに、討、えー、論コーナーの時間がなくなってきましたんで、で一旦マイクをそちらにお戻しします9月28日月曜日、時刻は午後5時を回りました、大阪・梅田の日本放送関西支社から、辛坊二郎です。 東京有楽町日本放送のスタジオから、増山さやかです。今日は大阪と東京を結んでのリモート放送でお送りしています。さあ、今日、辛坊さん、エンディングリクエスト、どんな。今日ですか。今日はですね、理由は。理由はない。<laughs> ない。<laughs> ないんだけど。はい。なんかやっぱり週の始めなんで <laughs>、はいえー、爽やかに元気よく始めたいなと、こういう思いからですね。<笑><笑>私の大好きな曲の曲の割と最近、<laughs> 最近中だって。 私ここで紹介するのが30年前とかの曲が多いじゃないですか私にとっても最新中の最新ですね5年ほど前に大ヒットしたあの私ねその動さまあだから出た頃に確かねタイのねプーケット」の。 繁華街の、モニターテレビに、これシェイクイットオフの。ミュージックビデオが流れてたんですよ。えー、もその釘付けになっちゃいましてですね。<laughs> よくできてんな、このミュージックビデオっていうのがあって。 まあ何回見たかなっていう感じですけどね。そうなんですか。はい。はい。ということでテイラスビスト。ちょっと意外ですけど。セクト。大体最近あれですよね。なんかあのテラスウィストさん、あのアルバムの連続ビルボードのなんかあの記録作りましたね最近ね。確か。はい。なんかそんな話ありましたけど。はい。でまあ久々に思い出して大ヒット曲ですねこれね。大ヒット曲ですはい。じゃあこれエンディングお願いします。お願いします。 ラジオの前のあなたからのご意見もね24時間お待ちしておりますので例えば明日の放送で扱ってほしいニュースや話題なども送ってくださいツイッターもチェックしていますメールは zoom.1242.com ツイッターは「ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズーム」「辛抱二郎ズーム」であなたからのメッセージをお待ちしています 日本放送送がお送りしています辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するそれで言ったらですね、増山さん、さっきのニュースのコーナーで、はいあのね、東京も、えー、GoTo 参加って話があったじゃないですか、先ほどの、ねえー、4時台のコーナーでも、ね、東京都の医師会の方に出てきていただいてそんな話しましたけれども、うんはい、いや、今ね、全国的には GoTo 大変なことになってますよ。<れ>私ね今週末、ええ 小豆島、行ってきたんですよ小豆島用語路があったんで行かざるを得ないっていうか、用語があって行ったんですけど、ね小豆島、日本って言って行って、最初はもう、車の中でで寝ようかと思ったんですけど、GoTo だから、あれだな、ホテル取ってもいいだろうと思って、取ったんですよ。そいで、パッと旅行代理店っていうか、ネットの旅行代理店で有名なところがいくつかありますよねそこでで検索をかけてすね。 えー、あ泊まろうと思ったホテルが小豆島で、後から聞いたら2番目に大きなリゾートホテルだったらしい、2>, <ー>2番目に有名なリゾートホテルだったらしいんですが、な、はいね、何も考えずに、ま、GoTo 使えるから高い部屋でいいかと思ってです、ね、<ー>表示された中で、一番高い部屋を頼んだつもりがですよ、はい、行ってみたらですね、あの分けありルームって <laughs> 分け、ね、ありルーム、分けありあのね、分、はい、あり格安ルームだったんです。わけがある部屋って何ですか？いや、そのわけがあるって言っても、そのですね、と <laughs>、はい、かお札が貼ってあるとかそっち系じゃないんですよ。お札、うん、<laughs> お札が貼ってある系ではなくてですよ。えー、単に 角部屋で、なんかマンションなんかだと、角部屋っていい部屋って感じがするじゃないですか。うん、角部屋だと、両方にあの、ね、うん、東南、東西、<窓が S 1> 東南両方、は窓があって、うん、に、日本面窓があってという感じじゃないですか。うん、ところが、そのホテルの角部屋っていうのはですね。ええ、ちょ、どういうわけか、わかんないんだけど、他の部屋に比べて、広さが半分しかないんです。<laughs> 狭いんだ。むっちゃ狭いの。えー、むっちゃ狭いの。 だけどホテル自体は小豆島で2番目に大きな2番目に有名なリゾートホテルなんだけど私は何も考えずに GoTo 使ってだから一番いい部屋だと思って予約したら訳ありルームだったんですよ。でんでそんなことになったかというとあのね 今、小豆島のその手のリゾートホテルって、うん、まあ受けに行ってるっていう言い方がありますけれども、お客さんをわんさか押しかけてて、それで日本の昔ながらの、日本の、でも最近の,あの都市型のシティホテルなんかは、うん、1>, 1泊1部屋いくらっていう料金設定じゃないですか。はい ですよね、うん、1>, まあ1部屋、まあ、2人で泊まろうと1人で泊まろうとツインルーム1部屋1泊2万円とか3万円とかそういう値付けじゃないですか、うんはい、ところが日本の伝統的な旅館とかホテルは1部屋いくらじゃなくて1人いくらなんです、うんえー、宿泊人数によ。って値段が変わるわるけですよつまり同じ部屋でも1人で泊まった場合と4人で泊まった場合でいうとホテルの側の収入でいうと4人泊まった方がホテルの側は あ要するにありがたいわけですよ、えーね。一部屋いくらじゃなくて何人泊まるかによりますから。はい、ということでですね、えー、実は私が予約した段階で多分全部埋まってたのかもしかするとつまり4人泊まれる部屋には4人客を入れたかったのか、えー、私の場合は少人数だったんでそういう部屋が回ってこずにですね、えー、その角部屋の訳あり格安身に。 ミニマムルームみたいなところを。そんなに狭かったんですかはい。おかげさまでとっても狭い部屋でですね。<laughs> そいで、あの朝食会場、まあ、朝食大体ほら、バイキングじゃないですか。で、バイキングの朝食会場行ったらですね、<laughs> お客さん満員。それも家族連れ、若い家族連れ。<laughs> だから今、GoTo で何が起きてるかというと、若い家族連れの皆さんが、<laughs> 結構動いてますね、うん、で今までの私の経験でいうとこの季節に旅館とかホテル泊まりに行くとご高齢の方圧倒的に多かったんですがご高齢の方は今新型コロナの感染を恐れて動いてないんですまんね。ね だから若い子供連れの家族連れみたいなところでホテルが大きい部屋がみんな満室になってるから私なんかがちょっと仕事だからって思いついて泊まりに行こうと思うと訳ありルームっていうところで案内されて俺私もね結構、いろいろ全国、世界いろいろ旅行行ってますけれどもあからさまに訳ありルームってこう書いてあったら初めて見ましたね。 一瞬「きありルーム」って自分の泊まる部屋に書かれてるのを見た時に、うん、ななな何があったんだろうのかなこの部屋と思って思い,、ね、いろんなことを想像しましたけど <laughs>、えー、結果的にはまあそういう意味の。 お部屋がちっちゃいっていう意味の分けありルームだったようですけども驚きましたね。だからそのぐらいね、今東京の皆さんあんまり認識ないと思いますが、うん、全国的にはすごい勢いで旅行ブーム起きてますね。まだそれだけ人が出るとね、あの尾崎会長みたいな方はやっぱり心配されるわけですよね。そうですね。だからやっぱりね、ねあの専門家の方があの感染の専門家のウイルスの学者さんとこない話してしてたんですけども、うんはい、Go to で旅行に行くだけではウイルスは広がりませんと。うん、だからまあそこでいかに適切に病気と、はい、というかまあウイルス ととと向き合うかというかいことが大切なんでだからあのちゃんとしたいわゆる一般的に言われているような感染予防対策をしていたら GoTo に行くこと自体は別にあの感染が広がる原因には直接の原因にはなりませんから、まあまあ、いわゆるマスクだとか手洗いだとかそれからまあ消毒だとかっていうようなあの当たり前に考えられる感染予防策はし,し,てした上で旅行に行ってくださいねとウイルスの最近あったウイルスの学者さんはおっしゃってましたから、うん、まあまあそういうことなんだろうなと。 思いますんで、うんえー、だから、ぶっちゃけ言うとね、松山さん、はい、これね、私に、ね、いいか悪いかで言うと、ちょっとね、これで将来にツケを残すのはどうなんだという思いもあるんですが、<ー>今起きているこの GoTo のお金の動き方って、異常なことになってますよ。うん、ちょっとねやりすぎで将来 倍返しにならなきゃいいかなと。うう今日は鉄刀鉄美半沢直樹でお届けしております。<laughs> そうですね。ということでこの時間は、えー、ね。ええ。まだ喋るというなりいくらでも喋りますけど。もう時間になっちゃったから大丈夫です,ですか。そ下に繰り越します。すいません。質問、はい、でした。お送りしているのはテイラー・スウィフトでシェイクイットオフということでございまして先ほど話したように、はい、あのタイのプーケットのですね。うんうんうん まあ、モニターでミュー,ミュージックビデオが流れてるのを見たって言ったじゃないですか、はいまあ、あの時にはあのはっきり言わなかったんですがタイのプーーケットトト島にはでですすねあの飲み屋がが集結しているストリートがあるスリあんですよその飲み屋が集結しているストリートにですね外向きにこう大きなモニターテレビがあってそこでこのミュージックビデオが流れてたんですけどもあのタイのプーケット、まあ、別にプーケットじゃなくてもいいんですけどもうん、うん、あの飲み屋街を。 旅できるのは一体いつになるんだろうと本当になんかつくづくづ思いますねえまあ日本もねちょっとずつビジネスに限定で若干人の動きは国際的に始まってるようですけどもなかなか観光客までが動き出すっていうのはちょっと時間がかかるんだろうなこの冬どうなるんだろうなまあ解散時期どうなるんだって話でいうとまあこの冬のコロナの感染状況次第でもうすべてのシナリオが変わってきますからね。 はい。で言うとですね、はい、この間ほら生ハゲ内閣と名付けたじゃないですか菅内閣を生毛、ね、者はいねえが <laughs> 新しいの思いついたんです,なんですか新命名西川清内閣なんで<え>西川清内閣小さなことからコツコツと <laughs> なるほどなどなど日々考えながら街を歩いておりますジャストフィットするものがね見つかるといいですねあ本当に <laughs> <laughs> さあお聞きの日本放送この後は「健康あるあるワンダフォー」を挟みまして「ショーアップナイタープレーボール」です。 そして明日朝6時からは飯田浩次の OK コージーアップコメンテーターはジャーナリストの有本香里さんです7時台には、えー、香港中文大学の石井大地さんに香港民主活動家の逮捕ですとかメディア規制につきまして現地の情報を、えー、交じで伝えていただくということですなるほど、はい、まあなんで西川京しないかというとですねうん、うん、なんせ総理大臣が記者会見で一番最初に言ったのが携帯電話の値下げそれは携帯電話の値下げはね、うん、ありがたい いっちゃありがたいけれども、総理大臣が就任して一番最初に言う目標で<や>携帯電話のね、あ,<ー>あ、小さいことからコツコツとなんだなみたいなことで、はい、えー、今日もここまでのご挨拶、新坊次郎と増山でした。また明日 This one's for just this one's may I direct